東京の銀座にあるすき焼き店。ある外国人男性が椅子から立ち上がり、店長に見えるおばさんに怒っています。すると店内にいたすべての人たちが驚いた顔で外国人の方を見ました。外国人男性は顔を真っ赤にして怒っていましたが、彼の話を聞いた店内のお客さんたちと店長は表情を緩めました。果たして彼らに何が起こったのでしょうか。この話は海外のコミュニティサイトに投稿されたクリスさんの記事を再構成したものです。今から彼の話を詳しくお伝えいたします。こんにちは。私はアメリカのコロラド州に位置するデンバーに住んでいるクリスと申します。私は2週間前に日本へ旅行に行ってきました。日本を旅行する間、私は良い思い出もたくさん作りましたが、私の些細な誤解のせいで日本人に迷惑をかけたこともあります。優しくて親切な日本人を大きく誤解していました。実は私はアジアを旅行するのが大好きでした。しかし中国に3回目に行った時、裏切られた経験があり、その後からは少し警戒するようになりました。だからといってアジア旅行を止めることはできなかったので、ぼったくりにだけ気をつけるようにしていました。中国へ2回ほど行ってみたら、観光する場所も多くて遺跡もとても素晴らしかったです。それで3回目の中国旅行を計画することになり、1回目と2回目に中国を案内してくれた中国人のガイドにもう一度お願いをしました。ガイドは快く応じて、今回も楽しい旅行になるように努力すると言ってくれました。2回も案内してもらって彼のガイドに満足していたので信じていましたが、これが私の大きな間違いでした。むしろガイドは私を安心させた後裏切ったのです。その日ガイドは私が好きな料理を味わわせてあげると言って、初めて見るレストランに案内しました。ところがレストランに入っても店員がメニューを持ってきてくれなかったのです。そしたらガイドが勝手に料理を注文していました。後で支払う時に金額を見たら予想よりはるかに高かったです。それでこのレストランはどうしてこんなに高いんですかと聞いたら、ガイドが中国の物価が大幅に上昇して前とは値段が変わりましたと言っていました。しかし私が行ったレストランは高級料理を売っているところでもなく、ただ地元の人たちが来て気楽に食べていく料理店に過ぎませんでした。もちろん私は中国語ができないので、メニューを見るのは特に役に立ちませんでした。しかしガイドとレストランのオーナーが目配せしているのを見て、私は気分が悪くなりました。私はその日レストランで1850元出しましたが、日本円に換算すると3万7000円払ったことになります。私はとても腹が立ちましたが、ガイドはここが有名なグルメ店で待つことなく、食べ物を食べられたことに感謝するべきですと言ってきたのです。私は他に確認する方法がなかったので、もっと嫌な気分になりました。買い物をする時もガイドは自分の知り合いのお店に連れて行ってお金を使わせました。私はデンバーに戻ってきてからいろんな友人に今回の旅行について話してみました。そしたらみんな舌打ちをして呆れていました。そしてガイドに詐欺にあったんだと言われました。中国ではガイドと店主が旅行客を騙してぼったくることがとても多いそうです。私はあまりにも腹が立ちましたが、浅はかな自分を責めるしかありませんでした。そしてもう二度と中国には行かないし、旅行中にはぼったくりに注意すると決心しました。それで次は日本に行ってみることにしました。私は韓国と中国は 2,3 回行ったことがありますが、日本は今回が初めだったので心配になりました。この前のようにぼったくられたらどうしようと思ったからです。それで今回はガイドなしで一人で旅行することにしました。そして中国の経験がトラウマとなった私は、二度とこの前のようにならないために2ヶ月間日本語も勉強しました。少しでも日本語を知っていたら前回のような詐欺に遭わないと思ったからです。それに翻訳機も買ったので今度の日本旅行は問題ないと思いました。私が完璧に覚えていた文章は、もう少し負けてくださいと、高すぎですでした。私がどれだけひどい目にあったらこんな文章まで覚えるでしょうか。
しかし中国旅行でガイドの蛮行だけが私を怒らせたわけではありませんでした。中国という国自体が私とは本当に合わなかったのです。中国からアメリカに戻る飛行機の中ではものすごい光景を目にしました。前と後ろの席に座った中国人女性と男性が座席を後ろに倒すことで言い合いになり、結局お互いに髪の毛を掴んで喧嘩をしていました。この2人の喧嘩を止めるために飛行機の出発は1時間も遅れ、全部で30人が中国の警察に連行されてからやっと騒動が収まりました。彼らは空では主に座席の問題で争いますが、地上ではもっと自分勝手な中国人たちが多いです。民族大移動が行われる旧正月、春節はものすごいことになります。私は春節の時期に中国へ旅行に行ったこともあります。ところが当時数億人が利用する中国の列車の中は生ゴミなどが山積みになっていて、ゴミ捨て場同然でした。中国最大の観光シーズンである国慶節には遺跡ごとに落書きや自分の名前を残していく人も数えきれないほどたくさんいました。タイに遊びに行った時はこんなこともありました。有名観光地とされるワットロン君が中国人のトイレの使用を禁止していたのです。私は本当にびっくりしました。この寺院は白龍寺と呼ばれるほど美観を誇る場所ですが、一部の中国人が非常識にトイレを利用して閉鎖するほどでした。男性トイレの小便器に大便をした人もいましたし、女性トイレの壁にナプキンを貼った人もいたそうです。さらには公衆トイレの外壁に用を足した中国人もいたようです。このためタイの寺院側は中国人のトイレの使用を禁止しました。タイの寺院側の案内文を見て、中国人はひどい民族だなと思いました。またタイでは灰皿のない場所は喫煙不可でしたが、中国人は全然気にせずどこでもプカプカとタバコを吸っていました。ガイドが止めても気にしていませんでした。ホテルでもトイレの便器にタバコの吸い殻を捨てないように何度も案内したにもかかわらず、毎朝中国人が泊まった部屋の便器が詰まったという話を聞かされました。ホテルのロビーでは中国人に抗議する従業員の怒鳴り声が鳴り響いていました。でも人はそう簡単には変わりません。中国人観光客の見苦しい行動は旅行期間中ずっと続きました。遊覧船やレストラン、観光バスなど時と場所を選ばない、彼らの過激なスキンシップ、約束時間を守らない、公演会場の前の席を横取りするなどです。私が見たことだけでも多すぎてここで紹介するのも大変です。しかしアグリーチャイニーズの最悪な行為は昼食時に行ったバイキングで起こりました。お店のスタッフが食べ物を残したら約350円の罰金を払わなければなりません。料理がなくなればしっかり補充するので食べられる分だけよそってくださいと2回も強調していました。ところが中国人にはその説明が聞こえなかったようです。私たちの隣に座った中国人3人はものすごい量の料理を持ってきて食べていました。お皿に肉料理と海鮮料理を山のように積んで持ってきていました。ところが食事が終わった後に見ると食べ物の半分以上が残っていました。このように食べ物をたくさん残した中国人が10人もいたため、結局ガイドが罰金を払ってからやっとお店を出ることができました。中国人を嫌い避けるのは全世界も同じようです。私がモンゴルに行った時は少し不思議な場面を見ました。モンゴルの現地人たちはアジア人を見ると日本人なのか中国人なのか確認をしていました。なぜ確認するのか気になって聞いてみたら、もし中国人だったら痛い目に遭わせようと思っていたそうです。どれだけ中国人が嫌いなのかというと、モンゴルで中国人に見られた場合路上で喧嘩を売ってくる人が多くなるそうです。もしまともに対応してしまうと拳が降ってくるのはもちろんのこと、警察も決して中国人の味方になってくれないそうです。さらにモンゴル国内では中国という単語自体が侮辱に近いと言っていました。もしモンゴルでモンゴル人におい中国人と言ったら、2人のうち1人は集中治療室に運ばれると言っていました。
全世界のどこに行ってもこんな状況なので、私が中国はもちろんアジア人を警戒するのは当たり前のことでしょう。いずれにせよ、ついに日本の成田国際空港に着いた私は最初に食事に行きました。友人に勧められた料理もありましたし、食べてみたい料理もあったのですが、一番多く勧められたのは牛肉のすき焼きでした。銀座にものすごく美味しいすき焼き店があると聞いていたので、胸を膨らませてすき焼き店へ向かいました。私は1時半ごろすき焼き店に到着しましたが、人がたくさんいました。私は美味しい店にちゃんと訪ねてきたことに満足しました。メニューを見たら牛肉のすき焼きが1000円でした。思ったより安かったので、私は店員を呼んで聞いてみました。本当に一人分が1000円ですか？後からもっと請求されませんよね、と言うと、店員はにっこり笑って、はい、1000円で合っています、牛肉のすき焼きだけ準備しましょうか、と聞き返しました。私ははっきりとした発音で、はい、すき焼きだけください、他のものは必要ありません、と話しました。ところが数分経つと、すき焼きと一緒に様々な料理がどんどん運ばれてきました。頼んでもいない料理が出てくるのを見て、私は戸惑いました。ところがこの戸惑いはすぐに怒りに変わりました。すき焼きだけくれと言ったのに、この店の人たちはぼったくりをしようと料理を出し続けているんだと思い、私は店員を呼び出して怒鳴りました。すき焼きだけ頼んだのに、これらの料理は一体何ですか？店員は戸惑いながら、すき焼きを頼まれたので一緒に食べるおかずを持ってきただけですが、どうかされましたか？ただ私は言葉を詰まらせませました。もし中国でのぼったくりに気づいていなかったら、日本でも同じ目に遭っていただろうと思うと、もっと頭にきました。あまりにも自然に返事をしていたので、彼らのぼったくりの手口は尋常ではないと思いました。怒りを抑えきれなかった私は椅子から立ち上がりました。そしてすぐ店長を呼んでこいと叫びました。そうしたらレジにいた店長のおばさんが遠くから走ってきました。彼女は私に何があったのかと尋ね、私は不快感をあらわにして、あなたの店の店員が外国人の私を騙そうとして頼んでもいない料理を持ってきたんです、と言いました。すると店長のおばさんがびっくりしながら店員を見つめました。店員は手を横に振りながら、お客様が一体どうして怒ったのか分かりません、と言いました。私はテーブルを指さして、よく見ろ、これらの料理は全て何なんだ、と問い詰めました。ところがテーブルを見た店長は静かに笑みを浮かべました。店長の話を聞いた私はびっくりしてしまいました。彼女は私に、これは日本のレストランで基本的に出てくるおかずです、お金を払わなくてもいい料理なので安心して召し上がってください、と言ったのです。こんなにたくさんの料理が全て無料なんですか、と私が何度も聞くと、店長は、はい、足りなければもっと差し上げることもできます、と答えました。やっと私が日本の食文化を誤解していたことに気づきました。私はとても恥ずかしくて、店長と店員に丁寧に謝りました。しかし店長はむしろ笑みを浮かべて、外国人にはよく誤解されると言いました。それだけでなく、店長は私にサービスで日本のビールと卵焼きを持ってきて、足りないおかずがあれば言ってください、と言っていました。人情味あふれる店長と同じように、たっぷりのすき焼きとおかずで私は幸せな食事ができました。冗談じゃなくて本当に食べ物がすごく美味しかったです。私は日本を旅行する間、たくさんの食べ物を食べました。刺身、寿司、そばなど日本の食べ物は私の口にぴったりでした。もしこの記事を読んでいる方が外国人なら、私のように誤解しないように気をつけてください。日本という国は彼らの広い心と同じくらいたくさんのおかずが出てきます。そして銀座に行くなら、このすき焼き店だけはぜひ行ってみてほしいです。私は今年の冬も日本に行く予定です。知れば知るほど不思議な国で、また別の文化を学んできたいです。同じアジアでも中国と日本は次元が違うということを知ったようにです。記事を見た海外のネットユーザーたちは、これが私が日本食を愛する理由です。
日本人は一食を食べる時でさえ多様なソース、野菜、おかずなどを用意します。今回おかずの魅力を知ったから日本食にもっとハマりそうですね。私は日本食があるところならどこでも行く。初めて日本に行った時の自分を見ているようです。いつかは自然におかずをおかわりする日も来るだろうなど、様々なコメントを残していました。ヨーロッパでは日本食が大人気で、こうした人気に便乗して地元の人や中国人が日本食レストランを経営し始めていると伝えられています。寿司やラーメンを筆頭にカレー、日本酒など日本食に対する需要が増えているようです。フランスやスペインなど食文化が発達した国でも日本食レストランが増えているということは、日本食が世界的に認められ始めた証拠だと言えます。実際にヨーロッパ各地ではラーメン専門店の出店が相次いでいて、イギリスにはすでに一風堂などが進出しています。このようにヨーロッパ人の味覚を虜にしたラーメン店はここ数年着実に成長しています。もともとは日本人駐在員のための食べ物でしたが、次第に日本の大衆的な食文化としてラーメンに対する関心が高まり、最近は現地の人を対象にしたラーメン店が続々とオープンしています。しかも美食の国であるフランスでもラーメンの人気が急上昇しているそうです。今日の世界三大料理といえば、東洋文化を代表する中華料理と西洋文化を代表するフランス料理、そしてイスラム文化圏を代表するトルコ料理が挙げられます。昔から食材や調理法が豊富だった国で生まれたこれらの料理は、世界各地の食文化に大きな影響を与え、多くの人が好んで食べています。でも世界中を見ると、世界三大料理に日本料理を追加してもいいほど人気を集めています。ここ数年健康に対する関心が高まり、和食は健康だという認識が確立され、さらに人気が高まっています。これからも日本食の魅力にハマる外国人がもっと増えるでしょう。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。